皆さんこんにちは、プロレーサーそしてテストライダーの丸山博史です。はい、 MST チャレンジャー社の2期生のあたりちゃんこと高梨玲羅です。はい、 MSTV 頑張れモーターサイクルショー、はい、今回もですね川崎のブースからまた新しいマシンが出てますね。はい、はい、こちら忍者の 1000SX です。そうですね、はい、忍者1000というマシンもちろんありましたけどね、うん、今回 SX という形で、はい、まあ、より豪華バージョン、うん、まあ、形もね少しリファインされて、うんうんうん、新しくなりましたよね、はい、さあどんなマシンなのかちょっとスペックとね、価格の方を教えてください、はい、スペック水冷4ストローク並列4気筒 DOHC4 バルブ、うん、最高出力が141馬力の1万回転、はい、最大トルクは 11.3 キロの8000回転、うん、シート高は820ミリ、はい、で車両重量は236キロ、うん、でタンク容量は19リットル、はい、そして価格が48万5千円となっております。はい、今ね少し見させていただきましたが、もともとスポーツツアラーということで、はい、カウル付きなんだけれども、うんうん、ポジションが楽で遠くに行けてたくさん詰めて、はい、そう、あのパニアケース仕様なんてのもありますよね、うん、もうすでにここにつけてますけどね、こういうフィーリング、はい、ツアラーとして、うん、使っていただくのには、パワフルであり、うん、そして取り回しもですね、はい、最小回転半径が 3.1 メートル、うん、あの忍者 H2 とかネキとの H2 よりももう少し、うん、あの回転半径小さいんですよね、小回りも効く、うんうん、そんなマシンのですね、お、白、おー、これなんだっけ、珍しいですね、はい、パールブリザードホワイト、うんうん、川崎さんの白珍しいですね、はい、そしてスクリーンが意外と大きめで立ってる、あ、なんかそこも前回と変わってスクリーン形状がちょっと変更されたみたいですね、うん、はい、シート形状もこれずいぶん大きくシート入りましたね、はい、うんうん、結構、まあ、クッション性もいいし、うん、足つきは820ということだったんですが、はい、はい、オプションで一応ローシートに変更可能で、うん、はい、ローシートに変更することで8ミリの、ダウンができるみたいです。そうすると812 12ですね。812どう、812だったらいけるんじゃないですかね、うん、そしてアップハンですよ、おお。そして141馬力、おお、遠くに行けちゃう、あの意外とタンクも19リットル入るし、はい、価格は148万に抑えているので、はい、うんうん、まあより手軽なスポーツバイクで、はい、でなんていうの、 SUV 感覚っていうのかな、やっぱり利便性のいいマシンなんですよね、まさに、うんうん、これはねちょっとあのなんていうんだろうな、いろんな使い勝手ができるので、うんうん、非常にね良いし、オプションパーツもいっぱいあるしっていう形でね、はい、発売が、2020年の4月4日土曜日、うん、はい、もう Z の H2 と同じですね、同じでしたね、すぐです、これも一緒に出てるということで、もうすぐ発売、カラーバリエーションが3色ありましたね、はいはい、ちょっとカラーのね展開を言ってみてください、うん、難しい名前ですけどカラー展開言ってみてください。こちらのグリーンがエメラルドブレイズドグリーンメタリックカーボングレー、はい、そしてこちら、はい、こちらがメタリックグラファイトグレーメタリックディアブロラック、ディアブロブラックでしょ、ディアブロラックじゃないで、ディアブロブラック、はい、そしてさっきのが、はい、パールブリザードホワイト&メタリックカーボングレーという形になりますよね、はい、うん、はい、雰囲気的にはね細かく見ると、はい、ちょっとね、普通のライダーシートとタンデムシートのこの段差がね、うん、ちょっと大きいかなと思うんですけど ね、もうちょっとね楽にツアラーするにはもうちょっと低く下げたいところなんですけど、でも分厚いこのね、うん、あ、後ろの人も疲れないように、後ろの人も疲れない、でこの大きなグラブはね、ちゃんと掴めますね、横ね、掴みやすいという感じじゃないですか。どうなの、パニアとか乗せちゃうと掴めなくなっちゃう。いや、これほらパニアがカサッてカサッてくっつくステイにもなってるので、ステイになってるんですね、はい、大きなパニアケースがつく、アンドトップケース、トップケースのあれオプションなんていうのもあってね、トップもありましたね、オプションで、はい、というのでね、いろんな使い勝手の良さがありますね、うんうん、カウル形状を見てみると、はい、当然乗って、うん、ちょっと立ち姿勢で、うんうん、ほとんどこう風をね避けてくれるようなスタイリングになっているので、ぜひ、うんうん、まあ、ねツーリングとかに、はい、まあ、いいんじゃないかなと、パニアケースの絵がありますね、うんうん、はい、顔形状当然ねツーリング、そしていいね、川崎のボートとの遊びをね、表現しているということで、はい、こんなマシンがですね出ましたね、川崎の忍者1000 SX ですね、はい、はい、
こちらまあニューマシンということで最近、うん、あの川崎さんでよく出てる Bluetooth の連携ができるのと、うん、はい、あと ETC の 2.0 が標準装備でのと、そうですね、あと忍者1000の時は、オプション装備だったんですけど、今回は標準で、はい、DC 電源ソケットがついてるみたいです。DC 電源ソケットはもうそろそろね、うん、こういうのはつけたいですね。ていうか、もはや USB を直付けマシンにできてほしいなってとこなんですけどね。そうですね、当然のようにくっついてるのはトラコン、クイックシフター、うん、クルーズコントロール、はい、そしてシールド形状変更に高められたウィンドプロテクション性能、これ、うん、シールドの変化はできないのか、これシールド変更書いてないですけどね、今ここにはね。そうですね、はい、快適性を高めたフロントシートという形になりますが、はい、スクリーンのね1段階はなんか変更でき、ね、変更できるかどうかちょっと書いてないですね今ね、はい、タイヤはバトラックスのハイパースポーツ S22 を履いてるので、うんうん、まあ、基本的にツーリングツアラースポーツみたいな形になっておりますよね、はいはい、メーターはフルカラー TFT 液晶で、はい、うんうん、これなんかのメーターとほぼ同じだって言ってましたね。忍者の6号と全く同じ液晶を使ってまして、うんうん、フルカラーの液晶です ね、 ですね。最近川崎さんがよく使われてる、はい、グリップヒーターもそういえば標準じゃないですか。おいいですね。あ、そういうね、旅には必要ですよ、はい、うん、さあ、こんなマシンがね出て、はい、148万5000円、まあ、小鳥ちゃんもね、うん、これだったら、なんていうのかな、乗れるというかね、やっぱりさすがに ZH2 とかはねちょっとビビってはおりますが、シールドついてる方が私好きなんですよ、やっぱこうツアラータイプだったらシート高がすごい高くて、さすがに前傾だとやっぱちょっと身構えるでしょ、はい、だけど今ね落として812ぐらいまででアップハンだったら、車重が何キロだっけ、236ですね、だよね、はい、ZH2 よりもちょっと軽いの、ちょっとだけ4キロ軽いのか、だったらまあなんとか扱いやすいかなという感じですね、はい、ということで、今回川崎のケアモデルという形で、はい、川崎のね、プラザ店ネットワーク、プラザネットワークで、はい、まあ、販売をしていく、そこに保証など、いろいろサービスがついてきますので、ぜひともですね、はい、皆さんこんなマシンを、ちょっと見に行っていただければいいんじゃないかなと思います、全国の川崎プラザネットワークで販売をしております、4月4日発売、はい、はい、MSTV では、頑張れモーターサイクルショーということで、モーターサイクルショーでね、今回お披露目できなかったマシンたちを一生懸命こうね、情報を提供していっておりますので、はい、こんなマシン見たかったっていうね、実はモーターサイクルショーにもなかったんだけど、こんなマシン見たかったっていう情報があったら、いただければ。でもリリースがないと出せないじゃないですか。いや、リリース探してこようよというかね、メーカーさんにも伝えて、こんなマシン出ないんですかっていう情報を探してくるってもよくない、で当然メーカーさんの方からもうちのマシンもこれ今一押しなんですけどっていうのがあれば出そうかなともちろん思ってるしね、はい、ぜひぜひ。ただあの出す量があまりにも多くて今追いつかない、放送枠がちょっと追いついてないんですが、このねちょっとコロナウイルスの時期はですね、はい、まあ、出てくる情報をなるべく、たくさんですね、PR していきたいなと思ってるんで、放送枠関係なくどんどん今出していこうと思ってます。2本にとどまらず3本4本上げてますからねあとは編集が追いついてないっていうだけでね、はい、でも頑張ってやっていきますので、ね、はい、アパレルメーカーさんとか、いろいろねパーツショップの方でモーターサイクルショー準備して、こんなパーツ、春の新作とかね用意したのに出せなかったっていう人はですね、ぜひ MSTV に一言ご連絡いただければと思います、はい、ということで、今回は川崎ブースからですね、はい、Z じゃない忍者1000SX こちらの登場の方をお伝えさせていただきました。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。